カムイの喋る角には福来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には福来たる。今日は2019年11月15日金曜日です。ね、今日はね、割と肌寒い一日だったような気がしますね。 うん、今ね、えー、っと、この時間で17度くらいかな。今がだいたい3時ちょい過ぎぐらいなんですけどね。うん、朝からちょっと涼しい、寒いみたいな感じの温度でしたけどね。うん、で、空はね、う、え、ん、ー、と、晴れてはいるんですけれども、やっぱちょっと薄曇りみたいな晴れですかね。 でね、えー、体重ですけれども、まあ 100g 増えました。うん。まあまあ、この辺の増減はね、えー、食べ方とかね、うん、そんなのによりますしね。うん。だからまあ、あ大丈夫だろうと思ってるんですけど、とりあえずね、100g 増えました。はい、うん。ちょっと気合をもう少し注入しないとダメかもしれないですね。 うん、お腹に注入しちゃったらまずいけどね。うん。でね、えっ、ー、と、血圧が上114、うん、下60、脈拍70、脈拍がちょっとね、えっ、ー、と、早いかなっていう感じがしなくもないですけど、まあまあまあ、えー、通常の範囲でしょうか。うん。で、今日はね、ちょっとね、あの、LINE の知り合い、まあ、リアルでも、まあ、し 知らなくはないんですけど、ほぼほぼこう、LINE でね、ええー、やり取りをしてる人からね、ちょっと朝からね、連絡が来てましてね、うん。まあ、あの、まあまあ若い女性なんですけどね、うん。で、私こんだけ年食ってるとね、まあいろいろと相談されるんですよ、やっぱり。別にその相談箱をやってるとかそんなんじゃないんですけど、 まあね、えー、68年間生きてきてるので、それなりに一応経験があるのでね、いろんなね、まあ恋愛はね、ちょっとね、苦手な部類ではあるんですけど、自分のはね、ただまあ人のね、いろんなことは見てきてるので、まあそういうので、えー、相談しやすいところもあるのかもしれないですけど、で、その、まあ、 詳しい話をしちゃうと、ちょっとね、いろいろと差し障がりがあるんですけど、要するにね、まあ、ある男性を好きになったっていうことなんですよ。ただ、その、好きにはなったんだけれども、それがまあ、ね、言い方割れすると、叶わぬ恋っていうんですかうん。まあね、いろんな叶わぬ条件っていうのは、いろいろありますけどね。うん。で、どうしたらいいんだろう 自分の気持ちと、その、なんて言うんでしょうね、条件と、頭の中と、心と体がバラバラみたいなね、うん、そんなような、まあ、話だったりするわけですよ。うん、で、まあ、いろいろとね、話を聞いてね、うん、こうだよ、ああだよ、こんなことあったよ、僕の知ってることではこんなことあったよ、とかね、うん、こう思うよ、とか、 まあ、一般常識からね、うん、あなたの場合はね、みたいなね、うん、話をするんですけど、やっぱね、どんな言葉をかけてもね、その人をね、なんて言うんでしょう、こう、納得させられないというか、癒せないというかね、役に立たないというかね、結局こういうのって本人が、あの、まあ気がついたり、決めたり、ね、あの、立ち直らなきゃいけないんで、 私がとやかく言ったところでどうになるものでもないなとは思うんですけど、それでもやっぱりね、あのー、いろんなね、えー、角度から、まあ知ってることを、要するにまあ、その人はある程度、ある程度というか若いですから、まだね、人生経験とかそういうのも、私に比べればね、私もどんだけやってきたっつったって、長く生きてるだけですけど、それでもやっぱり見聞きしたことは多いので、そういうことをお話ししてね、 うん。で、あとはもう彼女がね、それをどう自分の中に噛み砕いて、咀嚼して飲み込んで、それで、えー、自分で決めるかですからね。うん。まあ別に結論みたいなことは出てないし、うん、頑張れよってしか言えなかったのが、なんとなくこう、もどかしい気もしますけどね。 うんまあそんな今日はちょっと一日でした。一日でしたって今日で終わっ、これで終わったわけじゃないですけどね。うん。なんとなくちょっと一段落ついたのでね。始めてみました。で、今日の GG ドドイック行ってみたいと思います。今日の GG ドドイック。好きになっても叶わぬ恋にどんな言葉も癒せない。好きになっても でももななわぬ恋にどんな言葉も癒せないまあ、ああのー、途中から聞いた人はね、これ私のことじゃないですからね。うん。最初から聞いていただいた方にはね、あのー、わかっていただけると思いますけれども。まあ、あそういう相談事を受けての話なのでね。はい。では、えー、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。 ねえー、お目汚し、お耳汚しはいつものことですが、また明日も喋ってみたいと思いますので、よろしかったらお付き合いください。それではまたまた、バイバーイ